今回は前回ご紹介したオーロラミラーマットに合うデザインとしてサブメインを、また新しいオーロラパウダーを購入したので、それを使ったデザインでご紹介していきたいと思います。それでは早速、ふんわりとした柔らかい白をですね、一層引いていきます。前回の動画でご紹介をしたクリアカラーにオーロラミラーをやっていたんですけれども、今回は前回はこのカラーの上にという感覚だったんですが、今回はこの白の上にまたオーロラパウダーをやったらどんな感じのちょっと仕上がりになるのかということも含めてやっていきたいと思います。そのオーロラミラーパウダーもまたちょっと違うものをですね、使っていきたいと思います。下が少し透けるような感じで綺麗に塗っていってください。では早速、新しいオーロラミラーパウダーですね、ネイルパフェのものを使っていきたいと思います。この粉自体はちょっとベリーピンクのような感じで、すっごく可愛らしい感じがするんですけれども、またこれもどんな輝きがするのか楽しみです。ではまずノーワイプトップジェルですね、全体的に綺麗にコーティングして硬化していってください。このノーワイプトップジェルもですね、カラーのところにしっかりと塗ってあげないと、根元の付近とかですね、塗り忘れてしまうと、そこだけミラーがつかなくなってしまうので気をつけてください。ではですね、早速ミラーパウダーこすりつけていきたいと思います。全体的にやっていくので、同じようにですね、メルティのジェルワイプを使っていきます。このミラーパウダーをですね、こすりつけていくとき、ノーワイプトップジェルを塗って硬化時間がですね、ちょっと短すぎてしまったりすると、綺麗なこうつるんとした感じのですね、輝きがなくなってしまいますので、ちょっとブツブツといった感じになることがありますので、しっかりと硬化時間を持ってあげて、ミラーパウダーこすりつけてあげてください。ほんのりピンクに輝く、すごく綺麗なオーロラ感があります。ではここはですね、前回のデザインに合うように、ちょっとサブメインとしてですね、デザインしていきたいと思いますので、ここはまたさらにですね、ちょっとオーロラフィルム系をですね、入れていきたいと思います。これオーロラフィルムのこのテープなんですけれども、テープを適当な長さでカットしていただいて、ランダムに入れていきます。これテープがない方はですね、オーロラフィルムをカットしていただければ問題ないと思います。こういったちょっと棒状のタイプのものをですね、入れていただくと、ちょっとなんか氷みたいな感じの表現になってくると思いますので、今回はベースに白を引いていっているんですけれども、本当にクリアな状態にオーロラミラーをですね、やっていただいて、こんな風に棒状のものを入れていただくと、本当に氷のような表現になってくるんじゃないかなと思います。夏はそんな感じで楽しむのもありですよね。続いてオーロラフィルムをカットして入れていきたいと思います。このオーロラフィルムはいろんな形にカットできるんですけれども、ちょっと三角がですね、こう三角形がこうちょっととんがったような感じにですね、カットしていただくと、爪もですね、こうシュッとした感じに見えてきますので、爪長の効果にも見えてきますので、ちょっと細長くカットしていただくといいと思います。でそれもですね、フィルムのこの角の部分をですね、利用してカットしていただくとやりやすいと思います。このフィルムもランダムに入れていただいてもいいと思うんですが、あまりですね、さっき棒状のタイプのものとですね、入れたんですけれども、それと重ならないような感じでですね、入れていただいた方がはっきりしてくると思います。では一旦ここでですね、トップジェルでコーティングしていきたいと思います。こういったラインテープだったりとか、フィルムを入れた時のトップジェル、薄めにコーティングをすると、このフィルムのところでですね、ジェルが弾いてしまうことが結構ありますので、少し多めにトップジェルコーティングしていただくといいと思います。そしてこういったラインテープ、特にそうなんですけれども、この始まりと終わりのところがですね、ハサミでカットするとちょっとピコンとこう上にですね、立ってしまうことがありますので、それがですね、トップジェルコーティングしてもトゲみたいな感じで出てしまいますので、多めにコーティングしていただくか、もしくはですね、2回に分けてコーティングしていただくといいと思います。そして硬化が終わったらですね、未硬化ジェルを拭き取って形まで整えていってください。でこれもですね、ちょっとトゲが出てしまっているときは、この整えで削ってあげてください。では続いて、ここでですね、マットコートしていきたいと思います。全体的に塗り残しがないように綺麗にコーティングしていってください。これだけだとオーロラパウダーと、あとフィルムでですね、すごくキラッキラに輝いているんですけれども、マット仕上げにすることによって、すごく落ち着いた感じに仕上がってくるので、
こんな感じで、またあの輝いている時とは違って面白いですよね。輝いているのも素敵なんですけれども、落ち着いた感じも上品な仕上がりになってとても素敵だと思います。では最後、キューティクルオイル塗って完成になります。いいねと思ったらいいねボタンお願いします。そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。前回のデザインをメインに、そして今回をサブメインとしてデザインをしてみました。前回のメインはすごく可愛らしい落ち着いた雰囲気に仕上がったんですけれども、そこにですね、こういったホワイト系のものを入れていただくことによってアクセントになって、どちらも引き立つ感じのデザインに仕上がっていると思います。すべてをマット仕上げで統一したすりガラスのような、そしてアイスシャーベットのような感じのデザインで仕上げてみました。オーロラミラー、今すごく人気ではあるんですが、ちょっとここまでの輝きはなかなかという方も見えると思います。そういった時にこんな風にですね、マット仕上げにすることによって上品で落ち着いた仕上がりになってきますので、ぜひやってみてください。とっても可愛らしい春夏のデザインにぴったりだと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。前回のオーロラミラーマットにも合うデザインになっていると思いますし、今回のデザインだけでですね、統一していただいても、また何かのデザインにワンポイントとしてですね、使っていただいてもいいと思います。ぜひやってみてください。続いて我が家のちょっとした出来事です。我が家のおてんば下娘はリンゴが大好きで、そして中娘はイチゴが大好きなんですけれども、先日買い物に行った時にそれぞれにリンゴとイチゴを買ってあげて夜に出してあげたんですが、このリンゴはいつも皮を剥いてちゃんと大きさカットして出してあげるんですけれども、ちょっとこの日は私忙しくてちょっと面倒だったので、リンゴを丸々こうスライスみたいな形にして出してあげたんです。すると皮という皮は嫌いなおてんばした娘、みかんの皮ですら嫌がるんですが、リンゴを細くスライスしたのでこれくらいだったら大丈夫だろうと思って出したんですが、これでも嫌だったみたいで、綺麗に皮の部分だけこんな風に残してあったんです。そして同時に中娘に出してあげたイチゴ、さすが兄弟なのか、中娘もイチゴをなんとこんなキノコのような形にして楽しんで食べていたんです。前にも確かイチゴのこの下の部分のこの白い部分を残して後から食べるとすごくなんか甘みを感じるみたいで、それにハマっているのか、一つ一つをこう食べながらその形にしていくのならわかるんですが、全部のイチゴをキノコの形にして後で味わって食べるという、中娘もなかなかこだわりの強い変わった子なんです。そしてその中娘、先日学校の習字の時間に将来の夢をなんか書くという授業があったらしいんですが、その書いた紙を持って帰ってきたので見てみると、医師になりたいと立派なことが書いてあるのはいいんですが、普通医者になりたいと書きませんか？かっこつけて医師と書いたみたいなんですが、我が家でも医師なんて言葉を使わないのに、普通医者って医者とかお医者さんっていうふうに言うと思うんですけれども、何を思って医師と書いたのかわからないですが、ここにも中娘のこだわりが出ているようです。ということで医師を目指して頑張ってもらいたいものです。以上、そんなこんなの我が家のちょっとした出来事でした。それでは今回も最後までお付き合いありがとうございました。